美作アリーナで開かれた大会には県内4つの高校から女子12人、男子5人が出場。競技では2メートルを超える薙刀を使います。女子個人の注目は広島で過ごした中学時代に全国大会で優勝経験のある美作1年の佐藤さなみ。県外に出て自分の実力を高めたいと美作に進学しました。一方こちらは今年の県総体決勝でその佐藤を破って優勝した岡山後楽館2年の塩津由衣。互いに初戦から危なげない試合で順当に勝ち進みます。決勝で相まみえた両者、前回対戦で塩津に敗れている佐藤は気持ちで勝つ姿勢で攻め込みます。一本は出ず延長戦にもつれ込む大接戦となりましたが、判定で佐藤が勝利。見事リベンジを果たし優勝しました。今回勝ててとても嬉しいです。来年のインハイでもっと活躍できるように、これからの練習をちゃんと意識して練習していきたいと思ってます。男子個人の決勝は岡山後楽館2年の吉田小太郎と美作3年の森永響が対戦しました。こちらも延長戦に突入し、勝負の行方は最後まで分かりませんでしたが、森永の場外反則があり判定で吉田が勝利を収め優勝を勝ち取りました。なかなか勝てる相手はなかったので、その自分の立ち回りで圧倒して勝とうかな。勝ててすごい嬉しいです。7チームが出場した2人1組の演技競技では、息の合った演技を見せた岡山後楽館2年の田村さな、塩津由衣のチームが優勝。3校のリーグ戦で争われた女子団体では2連勝した岡山後楽館が優勝しました。